はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、幸せでないと始まりました。パーソナリティの菅原田です。そして川上美月です。はい、今晩のゲストをお呼びします。はい、はい、ピアニストの半貝佳子さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。半貝です、よろしくお願いいたします。実は幸せでないと初代パーソナリティの佳子さんっていうのが、ね、いやもうめっちゃ先輩それはもうこの番組は9年前から、はい、もう10年近くなのかな、う、ね、長いですね。10周年かな、はい、初期のパーソナリティをずっと務めていただいてまして、はい、はい、懐かしいということで、懐かしいです、ちょっと、自己紹介を改めてお願いできますか。はい、あ、そうですか、はい、私は生まれも育ちも、東京の駒込というところで、はいはいはい、育って、現在もそこにおります。はい、はい、まあ、3歳ぐらいからピアノを習わせてもらって、まあ、ずっとピアノは本当に大好きで、うん、やめることなく今現在までずっと何十年でしょう、うん、弾き続けていますが、はい、まあ、弾くだけじゃなくて自分でリリース CD もされてるから作詞作曲もされたりとかね、そういうことでいろんなところで演奏されていると、教会から武道館からいろんなところで武道館、そうそうそう、そういう方ですけれど、うん、さて、今日はどういうお話していただくんかな、どういうテーマでしょう。そうですね、はい、まあ、近況報告と、うんうん、それから、まあ、この番組のお話をいただいたのが2012年だったんですね、うんうんうん、はい、それで、まあ、タイトル名から、から企画から、はいはいはい、なんか全部なんか丸投げされて、そうですよ ね、 ね、さあどうしようかっていう感じでですね、そうや、この番組の名付けでもあるんや幸せでないと、あ、この幸せでないとのタイトルを全てプロデューサーでもあるつけていただいたのが、吉子さん、ね、いやどうしようかと思ってね、ノートにいろいろ書き留めてね、まあ、自分が幸せじゃないと人も、人幸せにできないし、ほんまや、お金がないと何もできないし、うん、やっぱり健康じゃないと、うん、ないとないとって言って、あ、10時からの番組たらないと、うん、あ、これないと夜だ、ね、そこにね、そしてノートにいっぱい書いてたの見て、やっぱり幸せでないとな、あ、まあ、そうだ、いい番組、ナイトだって、これ素晴らしい、いいタイトルですよね、幸せでないとって幸せじゃないとではあかん幸せじゃないと、幸せでないと、ないと、ね、いいタイトル、もうああでもないこうでもないとと、ね、うん、考えて、そして、まあ、オーナーさんディレクターさんにね持っていったら採用されて、初期はもう、はい、そら、半貝さんの友達ゲストばっかりでしたもんね。そうでしたね、はい、多くの方に ね、 ね、出ていただきましたね。そうですよね、本当にね、うん、続いてます今でも ね、 ね、ありがとうございます。いや、今でもピアノの活動もどんどんされてるわけですよ。あ、そうですね、はい、今も表してますね。いや、私ね、みずきちゃんの声を聞いてね、本当に元気をね、はい、いただいてます。本当ですか、もう嬉しすぎる。嬉しいね、声のトーンという話し方、うん、おやすみなさいなんて言われちゃうともう本当嬉しくなっちゃう。嬉しい、そんなこと言っていただけて、とってもね、元気をいただく、ね、パーソナリティでね、嬉しく思ってます。あら、うん、なんか自信が、元気が、大ファンですよ。あ、本当ですか、うん、自己肯定してや、自己肯定感低いからな私からな、本当に自己肯定してやちょっと今上がりました、はいはいはいね、で、近況報告としては、そうです、ね、まず大きなのが、まあ、作曲もどんどん依頼されているということで、そうですね、作曲の依頼をいただきまして、うん、まあ、作らせていただいたんですが、うんうん、まあ、その先生というのはですね、石垣島で、うん、司会議員をね、なさってる、7期なさってらっしゃって、はいはいはい、で、この仲間仁先生っておっしゃるんですが、うんうん、この方はあの尖閣諸島のね、守る会の、うん、あの代表世話人ということで、はい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 、まあね、16回も上陸されて、うん、13回書類送検、書類送検、はいはいはい、うん、そして10万円の罰金とかね、払われて、いまだにですね、ずっとその、石垣の行政区域内であるという尖閣諸島を守られていらっしゃる先生なんですが、まあ、何かあの曲を作ってほしいということでですね、はい、作らせていただいたんですよね。そう、今日聞かせてもらえるんですか、はい、どういう内容の、だから尖閣諸島を守るっていう、そうかそうか、我が尖
そうですね、あの先生から詩をいただいた時に本当にね、これは実際に行った方じゃなきゃ書けない、誰も入れぬ島だけれども、ね、底知れぬ魅力のある島だと、あの命綱をかけてね、あの上陸されるんですよ。なるほど、はい、もうすごく感動してね。じゃあ、はい、聞かせていただきましょう。じゃあご紹介を歌のはい、そうですね、はい、我が尖閣というね、タイトルで、先生が作詞をされました、はい、それにあの曲をつけて、まあ、あの荒波をね8時間かけて、いらっしゃるそうなんですよ、尖閣諸島までね。なるほど、はい、それでは聞いてみましょう。我が尖閣。はい、石垣島の市議会議員の先生自ら歌ってる。そうですね、なんかいいですね、先生歌はお上手でね、壮大な、はい、本当になんか海を連想させるイントロからそうですか、海って感じのね編曲を反感したされたんですか。そうですね、すごい壮大な演歌ですね波の感じをね。これお会いしたきっかけはラジオゲストでした。そうなんですよ、あのですこちらの方の、ねゲストさんにということで取材をさせていただいたのがきっかけなんですね。そうなんや、はい、これ DVD もね先生作られて、あのお船から尖閣諸島を移して、尖閣まで行ってないでしょうけど、石垣まで行かれたんですか。私は石垣に、はい、石垣って綺麗なんでしょうね。いや綺麗ですね、本当に南国です ね、 でね、海も綺麗でね、はい、あの尖閣のこの守る記念日っていうのがね1月14日に行われてるんですね、それであの毎年友人を連れて、はい、あの伺って少しお手伝いをさせていただいてます。なんか尖閣諸島って行ける場所だと思ってませんでした。そうですね、勝手に、いや勝手にとはダメですよ、これ行けないダメですよね、罰金もあるし、上陸はできるね。尖閣諸島ってあのご存知ですか、あの諸島ですから島が5つからなってて、あ、ね、5つもあるんですね、大釣島、ね、久場島、大正、へ、北小島、南小島、ね、綺麗な本当に、島ですね。まあ、中国さんとのねこうやっぱり、そうですね、俺とかやというやっぱりいろいろあるんでしょうね、一言で言えないね、あるんでしょうね、歴史もあるから、難しいな。ぜひね、あのこの DVD でね、あの尖閣諸島あのこの背景にね、YouTube で見たらいろいろ絵も出てくるから。そうですね、これはその今日お持ちいただいている CD とか DVD っていうのは、はい、あの一般的に発売はされてるんですか。そうですね、あのこちらの方にあの尖閣諸島の歴史と現状というところをご検索いただくと、ね、はい、あのここで購入できるっていうことですね。タイトルが我が尖閣ですね、ですね。そしてこの守る会というね、あの私たちもまあ本土にいてですね、関心を持たなければいけないと思って、帰ってからすぐあの友人たち募ってですね、この守る会にあの
入らせていただいたりしてるんですね。で、守る会に入りますとこういうね、はい、証書がとバッジが、バッジが来ますから、ちゃんと先生から、はい、それで何かお手伝いができたらと思いまして、もしあのご賛同いただける方がいらっしゃいましたら、その尖閣諸島の歴史と、ね、現状というところをご検索いただいて、今実際人が住んでるわけじゃないですよね。そうですね、うん、昔はね、あのカツオ業、あ、村があったわけですよ ね、工場もあったんですね。人の暮らしがあったんですね。それは日本の方ということ、そうです。だからじゃあ日本なんですね。そうです、そうです、はいはい、はい、ね、でもやっぱり尖閣諸島ってそのちゃんと日本人として考えていかなければいけないものですよね。そうですね、石垣の行政区域内にあるということでね。あ、そういうことか。この間あのアザ名が変更されたということでね、先生方の何名ですか。あの尖閣諸島の、殿城というね、うんうん、住所だったんですね、うんうん、それが殿城の後に尖閣がついたそうです。で、アザ名変更ということでね、いろんな努力を本当にねされてずっと守ってらっしゃいますね。ね、ぜひね、一人でも多くの方がね協力されてね、日本だということでね、いいですね。この音楽に乗せてこうアピールするのもまた、そうですね、いい感じです ね、いいですね。ここは日本の領土、ね、領海領空とね、先生が本当にね精魂込めて歌われてらっしゃいますね、はい。それと、このコロナ禍の話で、はい、息子さんのレストランということ で、僕も行かせてもらっておしゃれな、はい、そうですね、店舗も広げられているということで、はいはい、松戸でしたっけ。松戸のね、そうですね、西口にモンキーといってね、こうな、創作レストランみたいな感じで、そうですね、美味しかったですよね。イタリアンレストランで、ね、行かれたんですか。はいはいはい、そうなんです、いらしていただいたんです。行きました。みずきちゃんもぜひ。イタリアンレストラン大好きです。そうですか。あれはもう地域密着なんですよね、ずっと長いですよね、もう、まあ、リアルフードといってですね、はいはいはい、まあ、あのサーファーでもあるのでね、こうなんかちょっと海の感じを出したいって言って、まあ、開放感のあるお店にしたんですが、まあ、波乗りの今あの映像を映したりボード飾って、店の中で演奏とかそんなのなかったんですか。はい、してますね。あ、してますか。私もあの12月もライブも、あ、はい、あそこでしてます。ピアノありましたっけ。持ち込みで、持ち込みで。あ、ライブやってるんや、はいはい、おしゃれ、うん、ね、おしゃれじゃないですか。息子さんがオープンしたレストイタリアンレストランでお母様がピアノライブするっておしゃれじゃないですか。これおしゃれじゃないですか、それ。めちゃくちゃおしゃれですね。玄米カルフォルニアロール食べてね。すごいじゃない。いやでもいいですね。もう1店舗ね、あの反対側のね、東口の方にね、今度またモンキーハウス。この時期にね。あの出したんですよ。やっぱりランチも中心やし、お持ち帰りも多いわけですね。そうですね。お弁当ね、お弁当ね。そこはもう地元のね、新鮮な野菜をいっぱいふんだんに使って、まあ、店頭でも野菜売ったりね。あの、ね、自家製の、まあ、フォカッチャとかパンとかスイーツなんかが人気あるみたいですね。店頭で野菜も売ってある。そうなんですよ。いいです、素敵なね、なんか今風のこうなんて言うんでしょう、私も食べたことないようなね。そう、野菜って結構わからないもありますよね。あるんですよ、これ何っていう、はいはい、千葉県もね、あるある、あのカリフォルニア、そうですね、とか、そう、あの、いろんなブロッコリーでもちょっと違うんですね。あ、違うんや。カリフラワーも違うんですね。違うんや、うん。人参はフルーツ人参でも甘いんですよ。ちょっと今度野菜の歌どうですか。そうですね、野菜の歌誰もが知らない野菜の歌。いいですね、人参さん、じゃがいもさん、でもいいですね、その地元密着型のお店ですよ ね、地元で採れた新鮮な野菜とかも売っている、はい、お店ということで、本当に、ね、地元の方に愛されてね、あの今こんな時期ですからね、テイクアウトとかデリバリーとかね、皆さん本当によくしてくださってね、あの幸せですね。さて、ずっとパーソナリティで吉川さんとして聞いていた側が聞かれる側になると思うんですけど本当ですね、幸せでないとの幸せワードなんですけどそうです、ね、聞いたこと僕もなかったと思うんですけど何ですか。そうですね、私はあの今回はね、その今年の、まあ、自分のモットーとしてね、はいはい、見極めるということをね、今年1年はちょっとね見極める、うん、どういう意図が、見極めるっていうのはね、どういう内容ですか。要するにね、あの見極めるわけですから、極めるね、徹底的にですね、見てね、そのことをねよく見る知るということが大事じゃないかなと思うんですね。なんか簡単にこう考えてひょひょって決めちゃうところがあるのでね、もっとね深くね、いや実行するとね、うんうん、見極めるっていう字を書いてみたときに、見るに極めるですよね、はいはいはい、ね、
ですからもう徹底的になんですこれきっとね、徹底的に調べないと見極めることができないんですよね、うん、きっとね、特にこのご時世そうかもしれませんね、うん、なんかテレビで言ってることだけを聞いてても、そうですね、ちゃんといろんな角度からそうですよ、ワクチンの問題もね、思考を深めないと、そうですよね、オリンピックの問題もね、自分の意見を持つまでに情報集めるのはいいけれど右に左に流されることが多いから、ね、自分で責任持つってことは、ジャッジするってことは責任持つことやから、そういうことですね、見極める重要ですよね。もうこのネット社会いろんな情報があふれかえってるから、何が本当で何がちょっと、ね、うん、違うのか、ワクチンもね、打つという人と打たないという人ってね、そうですね、今自分でもね、そうですね、決めかねてますよね、だからやっぱりこの辺もよく考えて調べて勉強します、はい、ワクチンの歌を作曲ですワクチンの歌見極めるかどうワクチンです、ね、ワクワクするのかどうなのか、はいですね、沈むでワクチンなのか、マスクしてる、あ、そうか、わかりました、まあでもピアノできると僕羨ましいと思うんですよね、今度生まれてきたらやっぱり3歳ぐらいからピアノやりたいな、思わない、めちゃくちゃ一番思います、一番思うよね、本当に後悔、今からできますよ、大人からでもできますか、もちろんできますよ、もう子供たちのピアノ打ったんですよ、グランドピアノ打ったんじゃないですか、普通のピアノ打ったというか、もうピアノ教室にあげたんですよ、キーボードでいいじゃないですか、あ、でもさ、確かにね、うん、今からできますよ、ピアノいいですね、うん、ぜひぜひ、ね、同じ曲1年やっててもいいじゃないですか、プロになっちゃいますよ、なるほどね、うん、まあでもこう心のその時間がじっくりとする時間がいいですよね、うん、時間を作らないとね、うん、確かにピアノやってるゆっくりされてる方ってあんまり切れる人見たことないかもわからない切れますよ、いや、あるかわからないなんかそのいいイメージはするな、切れますよ、うん、切れますよって確かにベートーベンは切れそうやったかなじゃ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 ーんそうか、はい、そういうことでいろいろお話聞かせてもらいました、もう一度ご紹介します、はい、ピアニストで今も活動されてる、 作曲もどんどんされてる、いろんなところで演奏もされてる、はい、半貝よしこさんでした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、はい、ますます頑張ってください、はい、ありがとうございます、ね、いや、初代ここの番組のアシスタント、もう僕よりもお姉さんですよ、若いでしょ、すごいですよね、なんとも若い、え、お孫さんになっちゃうかな、なんかそんな話してる、今日もね、ピンクのお召し物がすごく似合 う、うん、うん、はい、それではお別れの曲いきましょうか、はい、はい、それでは最後の曲は私川上瑞希のオリジナル曲からタイムレス聴いてください、はい、それではまた来週お会いしましょう、すごい新でした、川上瑞希でした、はい、おやすみなさい、おやすみなさい、この番組は東京23区エリアを中心とした FM ラジオ放送 88.5MHz をはじめ、インターネットのサイマルラジオを通して全世界でお聞きいただくことができます。幸せでないとは YouTube で過去の放送もご覧いただけます。幸せでないとでご検索ください。リスナーの皆さんからもご意見やご感想などをお寄せいただきたいと思います。メールアドレスは info@885fm.jp、 ファックス番号は 03-5634-0792、 皆さんからのご意見やご感想お待ちしております。